じゃあ、サムネから撮るよ。はい、サムネ撮影行くよ。じゃあ、アイス持って。なんかブスじゃないっすよね。今、ここで撮るとね。せーの、クリスマスパーティーヤッホーさくらです。ヤッホーしずくです。ヤッホーすみれです。はい、ということでですね、今日はクリスマスイブ、クリスマス当日なんかわからないんですけど、クリスマスパーティーをしていきたいと思います。イエーイ。まあ、これはですね、クリスマス当日に、まあ、アップしてるので、まあ、ちょっと前に撮影してるんですけれども、クリスマスクリスマス当日は何する予定なんですか？クリスマス当日デート、誰と？彼氏、こっちです。どうすか？え、うちは、うん、友達と、多分友達はでも、遊びます。友達はどういや、分かってよ。私はお仕事。嘘です。気持ちじゃないの。ということで、今日は、まあ、クリスマスパーティーをしていくということでですね、じゃじゃーん、こちらにアイスや、クリスマスと言ったらケンタッキーチキンということで、たくさん買っていますので、そちらを、まあ、食べ物をいっぱい食べながら語っていく回となっております。ということで、早速最後までご覧ください。レッツゴー！ Go！ レッツゴー！ Go！ということで、食べていきたいと思います。このチョコパイ。あんたら。こんな甘いもの食べれるね。モデルブラインよ。しかもこいつらなんかバウンティーサイズみたいなやつですけど、私こちらです。かわいくなるね。ミニサイズ。お腹に少々しか入りませんの。せーの、いただきます。じゃあ私はこのチキンから、うん、いただきます。うん、チキンだけ食べる。え、マック、こちら、あ、こちらマック。なんかうま、うん、私のなんか思い出みたいない高校のことをめっちゃ考えてた。うん、いつも、うん、でした。高校合格おめでとう。はい、報告して。今日ママから LINE が来て、合格の電話来たよみたいな言われました。ぜひ合格しました。イエイ。マジおめでとう。そうだ、なんも、誕生日が一番最初。誕生日の前日に、サーシスとママで、うん、ご飯食べて。ね、その時が一番。お前、やつは、かわいく見えるな。お前、このピアスはなんてかわいいんだ。話の話題がね、ちょっと作りたかったので、事前にしーちゃんにね、インスタでね、募集してたテーマがあって。めっちゃ来ました、なんだっけ、恋愛相談。もうこんな、こんな来た。え、じゃあ、ポッてやってついい。うん。ポック。好きな人と LINE ではいい感じなんだけど、学校で直接話せない。めっちゃあるあるじゃない、うん、LINE とか電話するけど、みたいな。直接会ったら知らんぷりみたいな。でもそれもさ、一味違った恋なんじゃない？だよ、お前。でもさ、LINE で、うん、いい感じなら、現実で普通に。積極的に言ったら、いけると思う。うち経験したのは、毎日電話とかしてた男の子がいたのよ。けど学校で会ったら、何かも。会ったら、ちょっとなんか、めめしいっていうか、まあ女の子はさ、ちょっと恥ずいやん、それは。でも話しかけてほしいやん、直接でも。その時当時は、ビザルって思っちゃったのね。男らしくなって思っちゃったから、それが変える感じに繋がったりしたから、なんかほんと男の子側はね、頑張ってほしいな。うん、頑張る。ついてなかったんです、私のだけ。お疲れ。別れた先輩のことが忘れられません。またアタックしてるんですけど、なかなか振り向いてもらえない。復縁がなしな人なのかもしれないね、うん、か他に理由が合ってるか。一回好き同士だったじゃん、うん、だからあり得ると思うけど、ね、どう、何やろ。でも別れた原因がさ、別れた原因やら、うん、そうそう、普通に冷めたとかなら、ま、多分いけると思うから。でも、なんか浮気とか、うん、そういう感じなら、食べ無理やと思うから、うん、次の子に行かない。確かに。復縁はありたいとか、なしたいとか、どっちもいい。せーの、あり。なし寄りのありかな。え、おたわり？それ役やったけど。
もう。いやー、みんな危ないもん。お前ら。これ聞きたい。浮気は許せるタイプか、許せないタイプか。せーの。え、よし、待って。お前、これ。何がしたい。せーの。許せん。許せる。あめっちゃ好きやったら許せる普通に。うん。えでも2回目とかやったら普通に。1回目でも無理です。お前は分かんない。お前あ、もう分かんない。かぶしてる思うからな。次の問題。うちはその人の好き度によって違うと思う。多分。スーちゃんの逆で、その人のことがめっちゃ好きだったら一回も許せない。結婚じゃない人にされたら許すかも。逆じゃない？逆だよ。共感者求める。付き合うとか言われて本当か嘘か分からないときに告白されて嘘告白疑うってこと。いや、付き合う、いずれ付き合うみたいな感じで言えたんじゃない。うん。だけどそれが何長引いてるよみたいな。え、知らない。だって本当に手放したくなかったら今すぐゲットするはずでしょ。それゲットしないってことはキープの状態になる。だから誰かに取られてもいいでしょ。でも誰かに取られたくないけど付き合うのはまだ。はい、すごいよね。キープしてね。分かる？分かるよ。惚れやすい体質で誰でもすぐ好きになってしまいます。どうすればいいですか。めっちゃ分かる。その人、うん、こいつ分かる。ちょっと分かる。もう付き合ってる人が多くて別れるとしたら、なんかそういう存在がおらんくなってその人だって他のとこに行くみたいな、理解が早くなるから、うんうん、うちは分からんね。あの人のこと好きにならんからさ。分かるよ。可愛いって思ったらさ、ほんとこれじゃない。分かるよ。あ、でも沼らずタイプやる気も。沼らずじゃない。沼らずさーちゃんってもう LINE の返し方が沼なんですよ。たまにさ、恋愛相談とかしてたらさ、その時に LINE とか見たことあるけど、もし、うちの男だったら沼ってる。マジで分かんない。しかも可愛いじゃん、ルックスが、うん、から。LINE で可愛いって言われた時、何て返せばいいですか。わかんないです。あー。え、これ一人ずついく。大事、あんか。え、でもうちは流すかも。可愛いって言われて、ちょっと笑ってあの別の話聞いてる。あ、そういうこと。じゃあさ、やってみて、そのまま LINE の仕方。あ、それはちょっと大丈夫。かわいい。かわいい。スミレかわいい。ね、めっちゃ似合うじゃん。うちげ、うちげ。なんかさ、スミレってめっちゃ可愛くない。そういう感じで、きたわ。きたわ。え、めっちゃ帰り方出るわ、それ。沼られ女の回答。はい、さーちゃん。あ、さくらめっちゃ可愛い。うん、ありがとう。普通でクソ。え、さーくんめっちゃ可愛いね。絶対重くないやろ、めっちゃ。ああ、言うわ。ちゃいます。ちゃわりが冷める瞬間みたいな話やわ、みんな。え、いいね。じゃあ男性の冷める瞬間。私もありまして、カラオケ、これマネージャーさんと話してて出てたんだけど、自分がこう歌っててさ、サビしかわからんとことかさ、 C メロわかんないやつとかさ、なんかこうところどころわからないよみたいな、わかんないところはさ、わかんないところってえ、ここわかんないわとかでいいじゃん。なのにそこをちょこまかして、とかプラスこうリモコンとかのキーとかをこういじって音も出して、時間稼ぎして喋るね。すかしてんだね。すかしてんね。格好つけてんのがちょっときつい。わかる。電話してて、あの TikTok とか、まあ、見てる分にはいいけど、他のので可愛いと思ったりしたら結構喋る。あー、それ好きな人の場合ってこと。え、そう、寝落ちとかあるじゃん、寝落ちする、で、あの、めちゃめちゃいい聞かれたら喋る、普通に。え、そう、普通によくない。俺なんか寝言でさ、え、他の女の名前からしたらどうする。ちょっとドラマミスみたいな。友達に会ったってよ。ん、やばい。お会計とかするときに焦ってる人、あの、だから並んでるとするやん、後ろに会計とか。ごめんの音しやべ。やだ。思わせぶりってどう思いますかって。されたらどうするって。逃げる。姿を消す。消える。全部ブロックみたいな感じ。うん、何も言わずにブロックするねとか。
さよならって、こんないい女に気づけなかったお前、ジェックメイツって感じ。妹もがおできさあと浮気したやつもね、他の女に目移りしたお前、ガチ人生の損して草だから、お前ともうチェックメイツ。痛すぎるそれ。妹からの痛すぎる面。なんか楽しい思い出もしたね。なんか恋愛やめよう一回。いや今まででママとパパからもらったプレクリスマスプレゼントとか覚えてる？旦那さんからもらったクリスマスプレゼントで一番なんか印象残ってるものとかある？うちあるってよ、自転車。ああ、リカちゃん人形の初めて。ああ、うちはネイルセット。ああ、うん、あと一回クリスマスプレゼントでリカちゃんもらったことあって、あったかくなったら髪色がピンクに変わりますよって言ってたの。で、うちもめちゃくちゃピンクの髪色が好きだったのね。で、茶色なんだ嫌やと思って、でも、あったかくするには、こう、ちっちゃなアイロンあったのかな？もうなんかすごいちょびちょび温めるやつだったの。むずいちゃって、あの、最終的にした手段が、あの、ストーブに当てるっていう。あれ？いいやん。そしたら、髪色、戻らなくなっちゃって。一生ピンク色になって、なんか怒られた。何したんだよ。反応薄そうやろ。チョベリグ。ちっちゃい頃にさ、しすーちゃんとはそんな覚えないっちゃけど。わかる。あ、しすーちゃんのことね。最初嫌いやったじゃん。なんで？うちのママとパパを一人にするから。しーちゃんが生まれた時も嫌いだったって、しーのことも。うちがさ、一人でさ、ママとパパをずっと一人占めしてたって、2年間。ママとパパ大好きっ子だったから。スーちゃんのことは、ちっちゃい頃可愛がってあげれてなくて、めっちゃごめんと思ってたもん。めっちゃ可愛かったです。噛みたかったもん。可愛すぎて。え、わかる。え、うち噛んでてよ、お前が寝てる時。え、きたな、ほんとに。え、ママと一緒に。ね、思ったけど、うちのやつが一番可愛くない？うちの顔色見てるの。なんでこんな悪いと？こっち向いて一回。なんか肌が…私はリップじゃない？リップつける？はい。顔よく。はい。そうだよ。あざとくて何が悪いの？なんであざとくて何が悪いの？どうした？急にな。あざとくて、あざとくて何が悪いの勝負しない？嫌だそういうの。お願いお前が来たみんなでした。3パターンやってけやけ。じゃあまずうちっぽい温かくて何があるのね。温かくて何が終わるの。じゃあ次しーちゃん。しーちゃんバージョン。温かくて何が悪いの。じゃあ次すーちゃん。何が悪いの。めっちゃうせえよお前。なんかこれ知ってる。いただきまーす。いただきまーす。かっこ2回目。おいしい。チョベリグ。ということで締めていきたいと思います。チャンネル登録とグッドボタン。髪を切れよ。よろしくお願いします。ちゃんとよ、ちゃんとよ。はい、うん、あ、じゃあ3人で一気に、せーの。あざとくて何が悪いの。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグ。チョベリバ。もうどうした。